こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。今回はこのグランドリームオンパレードという新イベント始めていきます。どんなイベントなんでしょうか。テーマパークはやばい。テーマパーク、関節が。クルルちゃん、腰からなんか変な音しましたよ。情けないです。私は非力でおちょこちょいでバカでのろまな、ダメダメポンコツウサギです。バス、そうですよ、クルルちゃん、力仕事がちょっと苦手なだけです。ちょっとクルルちゃんにはクルルちゃんにしかできないことがありますよ。私にしかできないこと、それって何ですますか。何でしょうね。何でしょうね。私にしかできないこと、私にしかできないこと、わかりました。私にしかできないことはこれです。ライラエル。お二人は神様なんですか。いいえ、オートマトンです。おおじいちゃん、世界の話をたくさんしてもらったじゃろ。それを聞いたら新アトラクションのアイディアが溢れて止まらんでな。
早速設計図作ってきたぞい。昨日の今日でしかも3つ分も。ポポおじい様は神様なんですか。コボルト族じゃ、ちっとばかし天才じゃがぬ。ふらふら小僧も特別に見せてやら。どれか気になるのはあるか小僧。いやはや、なんという決断力。その心意気、気に入ったぞい。来るのがやる気なら、わしも一肌脱いでやる。かあ、夢のない小僧じゃ。そんなもん後から考えりゃ。どうした、クルル。このうち、はい、わあ、クルルちゃんのお胸から宝石が生まれて。これって手品か何かですか。いえいえ、種も仕掛けもございませんです。私はカーバンクルなので、宝石を生み出す魔法が使えちゃうんです。わあわ、驚かせちゃってすみませんです。そういえばヒーローさんには魔法石を使う力お見せしてなかったですもんね。実はこんな力も使えちゃったんです。えへん。とか偉そうでした。調子に乗りました。すみませんです。まず、いやいや驚いた。このパークの明かりや音響などの動力源は魔法石の力を使うとは聞いていたが、こんな力まで。クルル、それは際限なく生み出せるもんなのか。これならいくらでもアトラクションを作ってやれるわい。はいです、はいです。資金のことはお気になさらず、素敵なアトラクションを作ってくださいです。なんだ。繰り返す。グランドリームパークのリニューアルオープンです。言われちゃいました。支配人の息が詰まりそうでしたので、雇われ清掃員の分際ですみません。いえいえ、スタッフさん、今日からよろしくお願いします。頑張りましょう。クルルちゃん、早速お客さんが来ましたよ。はいです。よ、ようこそグランドリームパークへ。またですます。おーい、お兄ちゃん、来たよ。攻める。いや、わあ、来てくださって
中から感じます。そう言ってくださると嬉しいです。私、世界中の楽しいことをいろいろ研究して、それを全部詰め込んだんです。だからやりたいことを詰め込みすぎてごちゃごちゃしているかと。お客さんに楽しんでもらいたくていろいろ考えたもの全部入れると舞台もごちゃごちゃになっちゃうから。でも遊園地はみんなに楽しんでもらいたい場所です。楽しいものは全部アトラクションにしたいです。それじゃあダメってことなんでしょうか。ああ、そうじゃないですよ。みんなに楽しんでもらいたいのはとっても大切な気持ちだから。だけどごちゃごちゃに詰め込んだらダメなんです。その通り、ラーメンとケーキを同じ丼に詰め込んでるようなものです。あるいはカレーにコンペイト、プリンにそうめん。美味しくなさそうです。だけど遊園地は宝石箱みたいにいろんな楽しさを味わってほしいです。みんなに幸せな気持ちで帰ってもらいたい。それにはどうしたら。それはもちろん、辛いお料理と甘いケーキ、それぞれ別々のお皿で楽しんでもらえばいいんです。なるほどね、いいこと言うじゃない、さすがくるみ。それをグランドリームパークっていうフルコースにするわけね。でもそんなことどうやって。そいつはこれから考えるのさ。なあくるみの嬢ちゃん、あやね、坊ちゃんもアドバイザーに心当たりあるだろう。メルヘンのことなら右に出る者はいねえぜ。きっと遊園地のことバッチリ理解して手伝ってくれるさ。誰でしょう。かわいらしい遊園地やね。王子はんと遊園地デートやなんて嬉しいわ。いややわ、デートなんてほんの冗談どさ。なんか頼み事があるって顔に書いてありますえ。そろそろ教えてくれへんやろか。ちょっと待って王子はん、なんか向こうからすごい勢いで走ってくる影があるんやけど。ははあらあら、来るなり土下座ってどないしはったん。お初にお目にかかります。私はグランドリームパークの支配人クルルと申します。です、ここの遊園地の支配人さん。はじめまして、クルルはん。頭上げてもらえますやろか。お話ししにくいわ。いえいえ、このままで救世主様。救世主はんって誰のことやろ。あの王子はん。ヒーローさんにお聞きしました。どうかどうかどうか、あなた様のお力でこの遊園地をお救いくださいませませです。神様、仏様、救世主様、そして魔法魔法王国のプリンセス魔法姫様。え、
動けないんだ。守れましたね。なるほど。これでイベントストーリーが解放される。
受け取ることができる報酬があるようです。確認して。ガチャもあるんだ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。じゃあやってみるか。魔法の。まだ魔法出てないよな。最低保証。では、イベントストーリー行ってみましょう。もしかしてこの衣装はここのユニフォーム？でも遊園地よりちょっとサーカスっぽいような。さすが魔法姫様、その通りです。実はこの衣装パーク内に作ったサーカスの衣装で、団長さん用に奮発してすっごく豪華に仕立てたんですよ。確かに可愛らしいけど、うちは普段
こういうピタンとしたんあんまりきいひんから、ちょっと恥ずかしいし。え、ほんまに王子はんにそんなん言われたら余計に照れてまうわ。でも嬉しい。せやけどこの衣装うちが着てもええの？サーカスの団長はんはどないしはるんやろか。それが団長さんはジオゲヘナという世界に猛獣を探しに行って大怪我をしちゃいまして、結局サーカスの開業は中止に。それはお気の毒よね。うわっ、どうも失礼しました。やっぱり救世主様特別のお衣装を仕立てるべきですよね。少々お待ちを。
ったんでや。ありがとうございますです。でもでも、マホマホ王国ってどうやって行くんでしょう。あら、どうして無言でにっこりしてるんですます。王子はん、クルルはん、この遊園地はみんなが楽しめる場所にしたいって思ってはるんよね。みんなが幸せになれる場所に。クルルはん、ひとまず遊園地内を見せてもらえるやろか。マホマホ王国、マホマホ王国。ひとまず遊園地内をお見せして。今頃
い、さて、うちが大したことしてへんよ。グランドリームパークの魅力が伝わっただけや。とはいえ、気のせいでしょう。はい、カババン君、ガーディアンモードです。刺激で。してるの？次のアトラクション行くわよ。ごめんお母さん。じゃあまたね。いっぱい楽しんでな。なあ王子、今のクルルは？よいしょ。ほら。
験もありますし、もちろん頼りにはあんまりならないともですけど、危なくない場所の付き添いくらいなら私にも。アイディアやけど、クルルンが冒険に行ってる間、この遊園地をどうするん？それはうちらがあの子に何をしてあげられるか。それはね、グランドリームパークとしてあの子に何ができるか、そういうことやないかな。グランドリームパークとして、真剣に考えてるところすまへん。さっきからずっと先生のお耳が目を追ってはるわ。そもそもクルルハン、なんでそれ運んではったの？バックヤードに戻すところだったんです。攻め込みすぎたので要素は減らしたくって、他の小物やセットなんかも一旦全部お片付けして。
が出ても茶が出ても撃退してやるですよ。皆さんおいっす。はじめまして、私はペコリーヌです。ようこそランドサルへ。受け取ってくださいです。
そういえばジオテオゴニアに来て気づいたんやけど、ここの人らいっぱい種族がおるのにみんな穏やかで仲がええな。うちらの世界が荒れてるわけあらへんけど、ちょっと前までは種族のことで揉めたりしてたし、だから穏やかでこの世界がちょっと羨ましいなって。確かにそうかもです。ここの人たちはみんな争い事とかが苦手なので、揉め事なんかもめったに。俺らが一緒に乗れるアトラクションがないんだからさ。それはどういうことでしょう。俺ら同じものが楽しめないんだよ。そういうこと。俺が乗れるアトラクションだとこいつには小さすぎるし、逆にこいつが乗れるのだと俺にはでかすぎて乗れない。それでちょっとイライラしちゃって、せっかく楽しみにしてたのにさ。もういいや、帰る。俺の方が先帰る。ブンスター。わわわー、グランドリームパークのせいでお二人の友情に亀裂が。なんと。これはジオテオゴニアならではの問題やね。体の大きさが違うお友達が一緒に楽しめるアトラクション、そんなどうしたらええんやろ。体の大きさが違うお友達が一緒に楽しめるアトラクション、体の大きさが違うお友達が一緒に楽しめるアトラクション、体の大きさが違うお友達が一緒に楽しめるアトラクション。
は人も機械も冷ますのが一番です。ほら深呼吸。落ち着いてきましたか？はい。すっごく綺麗です。いつも見上げている空が目の前に広がって、いつも見てるのに初めて見た景色です。ます目線が変わるだけで世界ってこんなにキラキラして。ブローチェさん、今の言葉すっごくヒントになりそうで。見て見て王子はん、クルルはんえらい楽しそうやなって。ないと落ち着かんわい。ポポおじいはん、なんやえらい変わったメガネやね。気になるかい、マホちゃん。企業秘密の発明品じゃが、マホちゃんになら教えても構わんぞい。かー、しょうがないの。小僧もクルルも聞け聞け。実はこのメガネなんじゃが、とある機能が。へえ、すっごい面白い発明品やね。じゃろ。おっと、無理だ。お遊びで作ってみた発明品じゃ。どういう使い道があるかはまだまだこれから。組頑張ってたな。はいです。体の大きさの違うお友達が一緒に楽しめるアトラクション思いついちゃったです。ませ、それはそれはマジックアイテム 3D メガネです。です、それ何って顔ですね。体験しちゃえばわかります。です、ではでは行きますよ。
メガネ取ってね。こいつとも仲直りできたしな。支配人さん、本当にありがとう。支配人さんのおかげで、またこいつと笑い合えたよ。その言葉をいただけただけで何よりです。これからも仲良くしてくださいね。では、私は仕事がありますので、これで失礼しますです。どうした？大丈夫、私は平気です。お客さんの笑顔のために。スタッフ？なになに、不穏だ。行ってみましょう。
それも一つの原因かもしれへんね。このパーク、カップルのお客さんがえらい少ない気がするんよ。遊園地といえばデートの定番のはずやのにね。それで考えたんやけど、もしかしたらジオテオゴニアの皆さんは恋愛に奥手な人が多いんかもしれへんなって。ほらジオテオゴニアは穏やかな人が多いんやろ。それがイコールってことではないやろけど、シャイな人も多いんちゃうかなって。なるほど。私も恋愛とかはからっきしで。待って、私のことなんてお話ししてる場合じゃなかったです。すみません。ほな、ここからは二手に分かれましょう。うちは市場調査、二人はカップル班の試作を考える。それでええかな。はいです。さて、では早速カップルさんを探してお話を。あ、テラスにいるお二人、カップルさんですかね。あ、君奥に座りなよ。僕こっちで。もじもじ。あの向かい合って座るのは緊張しちゃうな。隣同士の方がいいかも。もじもじ。どうもどうも、突然すみません。もしよろしければ次のデートはグランドリームパークなんてどうでしょう。グランドリームパークってあの、ねえ、どうかな、遊園地デート。もじもじ。私たちには遊園地デートなんてまだ早いよ。少なくともあと3年はお付き合いしないと無理。すごいな。もじもじ。やっぱり真帆ちゃんさんの言う通りかもです。もしかしたらジオテオゴニアのカップルさんにとっては遊園地は刺激的すぎるのでしょうか。でも私にはその判断ができなくて。私本当にそういうの疎くて、デートだって一度もしたことないですし、男の人を好きになったことも。なんでも。それよりヒーローさんはどうなんです。ヒーローさん、スパニャ。アイチュロス、チョロス。
でもうちのトロピカルジュースかなり大きいですよ。2人で1つで十分かと。はい、ストロー2本。わわわ、偉大なるヒーローさんと同じジュースなんて恐れ多すぎです。ヒーローさんも嫌ですよね。今日一日ずっとずっとアトラクションもお食事の時もずっとドキドキしちゃってました。どこもかしこも刺激が強すぎですます。グランドリームパーク恐るべしです。我ながら別に私たち本当のカップルさんじゃないのに、これは調査のためだってそう分かってるのに。それはヒーローさんと向かい合ってるからですよ。この状況でヒーローさんと目が合ったら私多分知らん支配人、デート中すみませんがよろしいですか。先ほどお伝えしようとしたのですが、予定通りあれが届いてます。あれ、向かい合ってのラブラブカップルジュースじゃなくて、うわ、花火ですよね。ええ、支配人のおかげで1万発の花火を用意できましたよ。これが打ち上がればきっと皆さんの目は釘付けでしょう。早速明日から毎晩打ち上げて。支配人、皆さんの目は釘付け。それだ、それです。スタッフさん、お願いしてもいいですか。今日から花火を打ち上げましょう。ヒーローさん、お待たせいたしました。今からもう一度だけ一緒に観覧車に乗っていただけますか。今度は大丈夫です、多分。来ました。では乗ってください。はい、ヒーローさん座ってください。私はお隣失礼しますです。はい、向かい合ったらさっきと同じことになっちゃいますですから。わかりますよ、言いたいことは。二人で隣同士に座るのは不自然ですよね。でもでも、これならどうですか。綺麗です。ほらほら、花火ですよ。ヒーローさん見てください。たまやこれなら自然と同じ方向を見ることになります。だからこうやって隣に座っても変じゃありませんよね。控えめのカップルさんも安心して楽しめる観覧車、これなら同じものを見て会話も弾みますね。名前はこんな感じでどうでしょう。刺激少なめ、奥手も OK 観覧車。そんなそんなそんなことありませんですよ。思いついたのはスタッフさんのおかげですし、それに何よりもヒーローさんのおかげです。やっぱり間違いありません。ヒーローさんは絶対絶対神様です。だってこの花火、明日から始まるイベントのために取り寄せてたんですよ。こんな使い方をするな
支えていただいて、ちょっと強めの風で揺れただけ。少しなんかじゃないです。隣に座って安心した私がバカでドジでした。だってそのせいで距離がこんなに。ヒーローさんの瞳とっても綺麗で、恥ずかしいのにそらすことができません。しまいそうです。こんなの初めてで、なんだかめまいが。あれ、なんでしょう。なんだか胸がドキドキして、体も熱くて、あれ、私客が伸びきらない理由ですか。はい、今日何人かにお話聞いてみたんやけど、みんなあんまり言いたくないみたいで。なんやろうな。ある人は怖がった様子で逃げてもた。集客が伸びきらへんのはカップルのお客班が少ないだけやなくて、おそらくもっと根深い原因があるのかもしれまへん。副支配人の予想ではその原因は過去にあると。そうです。これは昨日今日に始まったことやないとうちは思うんです。一理ありそうですね。該当調査でわからないのならアンケートはどうでしょう。直接伺うよりも答えやすいかと、うん、よろしければ私の方で進めますが。そうしてみましょうか。アンケートの手配お願いしてええやろか。わかりました、すぐにでも。なんやろう。もしうちの予想が当たってしもうてたら、きっとクルルハンは悲しい思いをするやろな。グランドリームパークがまた前みたいに、なんてそないなこと考えたら飽きまへん。クルルハンと王子ハンとも相談して対策を。あ、王子ハン、いいところに。クルルハン倒れはったん？観覧車で急に。トラウマ？ひどい熱や。けどこの症状ただの風邪あらへん。この症状はもしかして。フード病？王子ハン、一刻も早く病院に連れて行きましょう。うちも行きます。だからしっかりしておくれやす、クルルハン。何が原因だろうな。この衣装もちょっと慣れてきた気がするわ。でもやっぱり王子ハンにまじまじと見られるんは堪忍して。あかん、胸元まで赤い、割れてまう。見んといて。
はい、ということで、ここで働いてるとマホマホ王国にも遊園地が欲しくなってくるわ。グランドリームパークインマホマホ王国とかどうやろ。後でクルルハンに相談してみましょ。すごいバトルがあるみたいな。ん？くるみなんかいたっけ？クルルとクルミは何のか関係あるんかな。はい、ということで次回はイベントストーリー後編をお届けしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。旧ツイッターの X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。プリンセスコネクトリライブをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。